フレどうした？それがお前の限界か？大口を叩いた割には大したことがないな。ぐん、いや、まだこれからだ。制限時間もまだ残っているしな。おう、まだ転がすか。だが、完成せねば我の不戦勝だぞ。分かっておるのか？分かってるさ。造形をもっと整えてやるのもまた一興というもの。手が止まっておるぞ。いよいよ諦めたか？まさか。崩さないよう慎重に転がしているだけだ。というのか、まったく若さというものは。待て、なんだ。張り合うなど時期が過ぎた。だいたいこんなことで勝ったところでなんだというのだ。お前もそう思うだろなあ。そうかもしれないな。そうだろう。まここはお互い楽しんだということで引き分けにしようではないか。そんな都合のいい話があるかよ。おお、今だ。待ってくれ。
おい。なんだ、お前も人のことを言えぬではないか。力を使っただろう。明らかにイカ様じゃねえか。何のことだ、わからぬな。勝敗などどちらでもいいのだがな。しかし負けたままというのもかわいそうだな。よし、次は雪合戦とやらで勝負しようではないか。別に構わないが、今度はズルしないでくれよ。やっぱり無理。で、我は最初からズルなどしておらぬ。卑怯な誘導尋問をするでない。そういうつもりじゃなかったんだが。